くんと一緒に思いを込めなきゃね。余裕を持とうとしてちょっと早く来すぎちゃったかしら。やだわ、私ったら恥ずかしい。そういえばベッド、クレハちゃんの幼なじみのあのベッドへ勝手に潜り込んだこともあったわね。そういえば今頃どうしているかしらね。クレハちゃんの話ではこっちの世界に来たがってたって話だったけど、いけない、このところちょっと寝不足気味だったから、ちょっとだけ、5分だけ。あ、すまないセリスカ、遅れて。あれ、もう寝てる。あ、参ったな。あらあら、あなたがこっちの。あなた、俺のことじゃなさそうだな。もうしょうがない、クレハちゃん聞いたら。ああ、ひょっとしてクレハの幼馴染のあいつのことか。私ったら、いつの間にか。え、あなたは、あらら、どうしてあなたがこっちの世界にいるのかしら。クレハちゃんなら今夜はいないわよ。もうしょうがないわね。クレハちゃんが聞いたらあなた叱られるわよ。でも遅れたけれどちゃんとこっちに来てくれたのね。え、ああ、この宝石、これは絆の溶卵といってね、思いを込めることでとてもすごい力を発揮するそうなの。そうなのよ。だから今はこうして大切に抱きしめて、私が思いを込めていたところで。あ、そうだわ、よかったらあなたも一緒にどうかしら。どう？そうすればあなたもこの世界のために力を貸すことにならないかしら。そう、よかったわ。じゃあ一緒に。もう遠慮なんてしなくていいのに。ほら、いつだったか私、あなたのベッドを勝手に使ってたこともあったでしょ。いらっしゃい。本来はこれを手に入れたパートナー同士で思い出を語らうそうだけど構わないわよね。こんな小さな宝石に思いを成就する力があるなんて。そうね、ちょっと信じがたいけれど本当だと思うわ。だって、この世界はどうかって。そうね、いろいろあるけどこっちの世界もなかなか刺激的よ。確かにここでは銃は使えないけれど、私の場合弓矢を使っているし、あまり差は感じないかも。あなたとも一緒にこっちでまたチームを組めたらいいわよね。ん？私やクレハちゃんにばかり頼って申し訳ない？そんな何よ、あなたの力は十分にすごいわよ。だからもっと自信を持って、私やクレハちゃん、キリト君たちもみんながあなたに協力するわ。あら、気のせいかしら、絆の妖卵が今少しだけ光ったような。それならきっといいことよね。思いを込めるのがうまくいってるんだわ。そんなに恥ずかしがらなくてもいいから遠慮なんてしないで。そう？たまには大人を頼ってくれてもいいんじゃない？この世界を救いたいのはあなただけじゃない。私もクレハちゃんもキリト君もみんな同じ思いよ。だからあまり一人で背負い込まないで。
セリスカ、そろそろ朝だぞ。お願い。そう言ってもう10分以上なんだけど。セリスカ。あなたの声、まるで。おお、起きたみたいだな。おはよう。キリト君。ああ、よく眠れたみたいだな。まさか、私、昨夜は確か…まあ、俺が来る前に先にセリスカが寝てたんだ。ああ、まあ、私ったらなんてこと。そうなのか？夢の中にあいつが…ほら、クレハの幼馴染が出てきたんじゃないか？どうしてす…やっぱり…夢の中で絆の洋蘭に思いを込めてたんだろ。その通りよ。でもどうしてそれを。当たりか。いや、寝言からなんとなくそうじゃないかなと思って。ああ、私ったらキリト君が来る前に寝落ちして思いを込める夢を見ていたのね。いや、大丈夫なんじゃないか。夢の中で思いを込めてたのは多分うまくいったと思うぞ。まあ、起こすのも悪いし、かといって俺まで寝るわけにもいかなかったから、セリスカが寝言を言うたびに時折宝石が光ってた。そうだったのね。本当にごめんなさい。まあ、しばらくしたら俺も休ませてもらったよ。そう。でも本当にこれで大丈夫かしら。いいんじゃないのか。俺とセリスカと、それに夢の中とはいえ。ええ、確かに。だったら大丈夫さ。これをまた儀式の前返しに行こう。そうね、わかったわ。キリト君、準備をしておくから。悪いけれど、また声をかけてくれるかしら。な、わかった。